それがこういう一つの大きなエリアで形になっている。実はこれ多分、ね、日本で初めてかもしれないですよ。保育園の規模のある意味農村計画っていうんですけどもね、日本には都市計画はあるけど農村計画はないなんてね、言われることが時々ありますけれども、本当にねこれ実は初めてかもしれない。未来が見えるようだと思いました。本当に100年も1000年も未来につなげていけるような森にしていければと思っています。映画いいですね。いいですね。なんかこう和やかですよね。ここでプチ座談会でこれ。今日の小原さんの主だったところで終わらない。ねえ。お疲れ様でした。本当に前回で大体燃え尽きてるんですよ。そんなことまとめるのもね。そうですよね。うん、もう皆さんいろんな意見出るでしょ、はい、そう。結構最後はもうイエスかノーかに旗揚げ案件ですからね。もう本当は神経使うんですよ。そうですね。どのことをどの順番判断、これはもうやっぱり決められないっていうのはね、挙げてってやるわけですよ。これができてる。あとはそのまま達成でとっとっと今日は行かれましたね。そうですね。なんか綺麗にまとまってなんかね。若い人がいるのがいいですね。このプランをどう実現していくんだという方に関しては、うん、はい、これは明日明後日結論が出るような問題ではないです。ね、これを自治体と本当にどう実現していくのかということを非常に深く議論しておりまして、うん、本当それは企業さんなり民間できるところどう役割分担するのか、誰が担い手にいるのか問題が山積みですので、これは粛々とやってまいります。うん、それは民間事業所の一環で沿岸部のいろんな担当施設ですとか、農地再生でいろんなものを作りながら森も管理するっていう工業事業を本当に立ち上げていきたいと思っています。はい、クリスマスの直前にちょっと大きなお祭りをしようと思っています。その前に気球を6くらい上げて3日間ぐらいで勉強しました。ということで上からもで子供たちも毎年毎年その沿岸部の変化を見ていく参加した方も吉田さん、どうぞ吉田さん、手早くこそっと行きます。はい、はい、あ、ごめんなさい、はい、チーズ、はい、オッケーですか？オッケーです。はい。